はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。NGU アイドル、やっていきたいと思います。前回から2日間、丸2日空いてるんですけど、やっていきたいと思いますが、でやーん。なんだっけ、エナジーはちょっと止めましょう。ちょっとね、これを止めて。まあ、こんな感じかなっていうやつですね。もうミリン、全部ミリオン。ちょっとまん。1、2、3、4、5、6。6つあって、スキルが全部出ていて、で、最後、ここを一番最後を全開じゃないな。して一番最後に振り分けていったっていう感じですね。で、まあ、なんか、まあ、状況を見つつ、今日はリバースしていきたいなっていうふうにちょっと思っているんですけど、一応いろいろなところで見ていくと、レベル的には全部ミリオンを突破みたいな。すごい。すごいぞ。で、ファイトボス、上から順番に見ていきましょう。ファイトボスで、ここは、これマックスいくらだろう。マックス自体は、9064、デシリオン。なんだこれ、ウーンデシリオン。ウーンデシリオンが10の36乗ですね。もうだんだんわかんなくなってきた。で、なんかわからない、なんか孫悟空みたいな。Kid on a cloud。雲に乗った子供かな。で、これはファイトできるんでいきましょう。ファイト。ああ、ただ結構もう結構もうギリギリな気がする。これはできるのかな。ああ、できなさそうだな。アタック勝ってんのかな。アタックは勝ってそうなんで、行ってみましょう。ファイトしてみようかな。行ってみたいと思います。ファイ、まあ、溜まってからの方がいいか。まあ、一回行ってみるか。ファイト。ダメだった。あれー、ストップ。っていうことは、一人しか今回倒せてないんで、やばいな。一人しか倒せてなかったから、結構、やっぱり、リバースしちゃおっかな。なんでだろう、勝って、アタックは勝ってて、HP が少ないからかな。あ、違う違う、アタック全然勝ってなかったです。デシリオン。相手が10の36乗で、私10の33乗、あ、全然アタック違ってた。じゃあ、無理。ででん。っていうことで、今日はちょっとスピンを始めにやってみよう。エナジーポイントプラスアルファ、あ、プラスとか書いてない。ポイントアルファ、マジックポイントアルファ、みたいな感じで。You total spin count is 8. You will advance to the next tier reward in 6 spin. これもいまいちよくわかってないんですよね。分かってないけれども。あ、アビリティポイントプラスアビリティポイント、そう。アビリティポイント、このアビリティポイントっていうのがいまいち分かってなくて、で、実は前回か前々回くらいに、あの、こここのアビリティポイントっていうのは何なんだろうなと思った。これか。いや、たまたまここをずっと一番下のところ、セルアウトショップ 4GS セルアウトショップっていうのがあって、ああ、
あ、そういうことか。アビリティポイントってなんだろうっていうふうに思ってたんです。ここで使うのか。で、ここを私ずっと外部リンクとかなんかだと思って、なんかこのゲームが勝手にですよ。勝手になんです、これも。なんかこういう端にあるやつってあんま関係なしで、あの外部の方に行って、なんかここのゲーム会社みたいなののなんかグッズ売ってたり、なんかお金払って実際のそのお金を払って買うやつの外部リンクかと思っていて、でか、あのただのここにあるやつかと思ってたら、これは押したらですね、こういうのが出てきて、あれ何これ、ゲームに関係あるものなのと思って、で今そうアビリティポイントで、あ、アビリティポイントと思って見たら、 You currently have このアビリティポイントで買えるんじゃないかなっていう風に、ポイント、アビリティポイント略して多分 AP なんだと思います。ここに AP って書いてるんで、Every reverse that 今そのはアイんカーソルに合わせた時のちょっとアイなんか中の白いやつ読んでるんですけど、 Every reverse that lasts over 1 hour earned IAP 1AP every 500 seconds 500秒で1 ability 1 hour あ、わかんないなもうでもなんか時間経過でもらえるのかな。 You can get an AP upon the reversing っていう、リバースしてももらえるのかもしれないです。で今現在14,042ブースト、あ、結構高い結構高いぞ。エナジーポイントアルファ、あ、ブースト1ブースト2、なんだろうこれアイコン、これ絶対わかんないな。今これ使うのはいいことなのか悪いことなのかがわかんない。でも結構使うんで貯めとこうかな。これでもなんかアイテムなんでしょう。あ、アナザーエクストラソウル、あー、武器とかが手に入るのかも。 50% オフとかあるぞえ、買った方がいいのもしかしてこれ、あ、特殊アイテムなんじゃないかなっていうふうに思ってます。でなんか、うん、500EXP、 あ、500EXP も買えるんだ。でこれリバースでなくなったらもったいないな。実はなくなるとかないよな。Hours a lot of things to gold in money to earn. Every 10 bosses in adventure kills the grass you eat. アドベンチャーでももらえるのか。全然桁が間に合ってないんで、まあ、使わない、なんかこういうのは買えるんですけど、今ので。でもなんか、よくわかんないの買ったらもったいないんで、貯めましょう。これは。これは貯めていきましょう。なんで、見なかったことに。見なかったことっていうわけじゃないんですけど。で、なんで、このデイリースピンって、この、アビリティ、今までもらってたこのアビリティポイントっていう、やっぱ回した方が良かったですね。多分このアビリティポイントっていう AP が溜まってたんだと思います。今までね。で、エナジーポーション A とかっていうのもあるんで、これもまあなんかあったんでしょう。これからわかると思います。とにかく、このデイリースピンの謎は解けました。あとはこのデイリースピンでリバースしてここのポイントがなくならないことだけを祈るだけですそれだけ、それだけ、それだけなんとかして。消えないね、消えたらもったいないな。でも消えない気がする。
なんかリバースしてもトレーニングとかはなるけれども、他のはなくならない気がするな。で、せっかくなんでフィードミーって、これ前回そのアドベンチャーのなんかそのタフネスとかがすごい上がったんで、これはやっていきましょう。フィードミーイエス。あ、ブースト5が手に入りました。 You pit big and spit out toughness ブースト5。あー、アイテムが満杯だったから今無理、もらえなかったのかな、どうなんだろう。あー、なんかここやってからにすればよかった。失敗したよ失敗だな、しょうがない、今更悔やんでもしょうがない。わあ、ごめんねまあね、振り返らずいきましょう。あ、次からそうします。で、そのそう、前回終わってからその最後閉じる前に、これ閉じる前に、セーブして閉じる前にですね、あのここのところを一旦整理して終わろうかなと思って整理したら、実は頭も体も舌も足も全部ここレベル100になったんですよ。で、前回ボロタくんいるじゃないですか、このボロタくん、ボロタくんは全部100にしたら多分ボロタくんが出てきたっぽいなっていう風に思ってたんですけど、実はですね、ででん、あー、ボロタくんが新しいのに、あの全身茶色マンにあの全部100にしたらこれ増えましたっていうことは、多分これ増えるのは全部アイテムが100になったら多分増えるのもあるんじゃないかな。で、そう考えると、なんでパンプキンマン、あ、びっくりした、パンプキンいなくなったと思っちゃった。あの、なんでパンプキンマンなのかって言ったら、これもしかしたら私がやってたのが一番近いイベントごとってハロウィンだったんですよ。もしかしてハロウィンで特別これはパンプキンマン着てたのかなっていう風に前回ちょっと思っちゃいました。ちょっと見つつ、ここなんでパンプキンマン好きなんですけど、せっかくなんで新しい、なんだろう全身茶色マンにしたいと思います。で、まあここは置いといて、58、57、あれ前回40いくらだった気がする。ハート言いつつ全然違ってた、どうしよう。ちょっとフォレストのとこ行きますね。フォレスト勝てるんじゃないかな、これだったら。うわっ、勝てそう。お、これは勝てるぞ。ででででででで、で、あ、勝てた。これはフォレストいける。あ、やった、新しくフォレストはいけるようになってるかも。あれ、なんでこれ増えてるんだろうなんでこれ増えてんだ、謎の増え方。へえ、いや、私の記憶違いだったら申し訳ないんですけど、これなんかもっと違ってた気がする。あ、嬉しい、すごい嬉しい。ちょっと待ってね。あ、次のところも、ケーブオブメニーシングス、あ、次行けないけれども、あ、次のステージも行けるように、ケーブなんで、あの穴ですね、穴、ホラー、ケーブ自体はホラー穴みたいなやつだったんですけど、訳してる限りではなんか穴にしてたはずです。あ、でも新しいところ行けるようになりました。ここは進歩で、あ、2がある、2があるぞ。で、これらはもう、あ、一旦まとめるか。ということは新しいものが続々と来ると思うんで、このブーストってまとめた方がいいのかどうかちょっと微妙ですよね。
で、ブーストはそのアイテムを、アイテム自体を強化するっていう感じ。このアイテムを強化するためにこの1とか2っていうのが必要なんですよ。なんですけど、今もうまあ使わない感じなんで、まあ、置いときましょう。使った方がいいのかな、使った方がいいのかもしれないですけど、ひとまず置いときましょう。あー、強くなったのは全部もしかして全身揃えたとかもあるのかな、それとも下のところに、ここら辺です。うわー、めっちゃ増えてる。アーニュメンツはアタックディフェンスって書いてるじゃないですか。前もしかしてアドベンチャーとかでそうなのかなって言ってたんですけど、ただアドベンチャーのところのそのステータスってパワーとタフネスなんですよ。で、このオーグメンツ、まあどっちでもいいかいやダメですね、オーグメンツですトータアタックディフェンスっていうことは、アタックとディフェンスっていう名前つくのここしかないんですよね。なんで、多分なんですけれども、多分ここのオーグメンツはあのこっちのホワイトボスに関係あるスキルなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今レベル134でストップしてるんじゃないかな、多分ストップしてんのかなしてないのかな微妙ですけど、これがなぜかそのうち止まっちゃうんですよねなぜか止まってしまうっていうのがあります。でもまあ増えましたっていうので、あとはアドベンチャータフネス、ああわかったな、そっか、アドベンチャータフネス、ブロックダメージでリダクション。わかったぞ。今回アドベンチャーなんでここ増えたかって言ったら、多分アドベンチャートレーニングか。で、これはエナジーアロケイト。だから、こっちか、エナジー必要で、ここをやったから、多分、なったんじゃないかなって思います。そんな感じで、こっちの方は結果あのなんか調べたというか考えた結果、まだここはよくわかんないんですけど、まあこれが出てる限りはこのゴールドが増える。で、これもまあこういうふうに何かしたら増えてくれるんじゃないかなとは思いますが、ひとまず今日リバースするので、ここはちょっとタイムマシーンのところはストップで、で続いてこれなんだろうあ、わかんないのが出てきた。ブルードマジック、そうです、マジック関係で、でここを線でやったんですよね。で、線でやったらこんな感じで、なんでここがレベル85っていうことになって、で Why do I do Brood Magic is where you convert your magic into a useful powers to startYou will want to generate some blood. ブルード自体がわかんないからな。ブルードってなんだろう。ジェン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 。ブルード、ブルード、ブラッド。恥ずかしい。ブルッドじゃなくて、ブラッド、血液、
ブラッドなんだ。そっか、ブラッドか。ブルッド、ブルッド、ブラッド。わあ、めっちゃ血液じゃん。そういえば血液、血液だったらブラッドだ。ブルッド、あ、わあ、まあいっか。まあ、もう他も読み間違いしてるから、もう今更恥ずかしがってもしょうがない。ブラッド、ブラッドマジック。全然全然サムモラニャニャニャララニャンジ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 ャン Once you enough blood。 でもそうしたらブラッドなんてすごいなんか怖っ。これレベル85になってるんですけど、ということはレベルブラッドが 85。 Wow this is getting a bit dark。わかんない。わかんないから。わかんないから。わかんないから、ほっとこ。それは、ほっとこ。いかな。まあ、今も32しかないんで。by all custom。ああ、これ結構多いな。まあ、ちょっとすぐリバースしようかと思ったら結構いろんなとこ見て時間食っちゃったんですけど、リバースしましょう。で結構もう違うんでこれで行きましょう。いやー、まあ困るのがですね、一番困るのはこれ止まるのがすごい長いっていう。それが大変、それが大変なんですけれども、まあ今回、まあ、これたまってやるのがすごい大変なんですよ。これ待ってればまた動画時間がすごい長くなってしまうんで、今回まずそのどこがいいかな、アドベンチャーが、アドベンチャーがロックされていない、アドベンチャーがロックされていない、アンロックされてないって言いたかった。これちょっと倒していって、で、アドベンチャー出てきたよ。で、今回はこれ一つしかクリアできなかったんですけれども、まあ、いろんなのがちょっと分かってきたなーっていう、その、デイリースピンっていうのもやっとでようやく何を得られるかって これらを得られるっていう、買うもの買えるっていうのが分かってひとまず安心したのが、今見たら AP っていうのはリバースでは減っていない、よかった。それはすごいよかったな。あとファイトボスしていってちょっとできそうなところまで、今日倒したところまでは行きたいかなっていう風に、シンクで打ち止め。まあ今日倒したところまでは行きたいかなと思って、オーグメンツってこれリセットされるの？結構な値だったこれ、値だったのに、リセットされるんだこれは、ショック。これもリセットされないと思ってました。でもそっか、エナジー使うもんな、エナジー使うからやっぱり、そっか、あらー、これはリセットされるみたいです、リバースで。じゃあ次のやつとかも多分リセットされるのかな、タイムマシーン、これよくわかんないな。わかんなかったからやってないのかな。他のところとかもリセットされてそうです。そっか、リセットされるのか。もうダメ。ダメダメダメ、倒される。そっか、そうだそうだそうだ、アドベンチャーはや、今
今分かったのが、あ、いろいろすみません長くなってしまうんですけれども、今見たらここのあれですね、パワーとかタフネスとかはさっき50何歩くらいあったんですけど、あと500何歩あったんですけど少なくなってます。っていうことはここにアドベンチャートレーニングっていうのがあって、やっぱそれをやると上がって、ここが上がるんですよ。でリセットすると、あ、リセットじゃないですね、リバースすると、リバースするとここもまた戻ってしまうっていうことが分かりました。そこは継続しないのか。じゃあ私の今の基本的なベースのパワーはこれなんですね。でそれはトレーニングで鍛えることができるみたいですですね。あー、そっか、だんだん分かってきたぞ。リセットされるのとリセットされないのがあるんだ。多分これもリセットされるんじゃないかな。はい、ということで今回はこのあたりにしたいんですけれども、ちょっと動画外でこのエナジーとかマジックとかがたまんないんですよ。また次に3日間放置すると、まるまる放置すると、ちょっと半日くらい置いたあとか、まあ動画終わってからちょっと待って、でこのマジック自体たまるのに5時間くらいかかるんですよ、全部たまるのに。で多分それはこっちのスピードを速くするともっと速くはなるんですけれども、 OEXP が結構たまってるんですけど、もう少し貯めてからやりたいとは思うんですけど、思うので、そっちちょっと5時間後ぐらいに一度ここら辺のスキルを配分しておいて、ちょっと今から3日から2日くらい置きたいと思います。で次また、そしたら今度結構アタックとディフェンスが強くなってるんで、新しいボスを倒していこうと思います。ひとまず今日はその AP っていうアビリティポイントっていうのも分かりましたし、リバースによって、リセットされるものとリセットされないものっていうのもだんだん分かっていって、基本 EXP と AP はリセットされずに、そのまま、あとアイテムですね、自分の防具とかはリセットされず、リセットされるのはそのやっぱこのエナジーとマジック使うのはリセットされるよっていうのが分かってきました。今更って、もう10回越してんのに今更分かってる感じですね。あと最後に言うとしたら、まあ動画の終わりの方にこれ終わってからモンスター図鑑を、やってるんですけれども、この頃ようやく英訳が楽しみになってきました。あ、実はこういう風な展開なんだなっていう風なのが分かってきて、なんか全然違うかもしれないんですけど、全然その度合いが違うんですけど、ポーネグリフを読み解く、ロビンみたいな。あ、こうだったのねみたいな。全然違うかもしれないんですけど、その全然古代の文字とかではないんですけど、自分の知らない言語を一生懸命読み解いて、あ、これってこういう物語でこういう風なのつながってるんで、こういう風なコマンドが開いたんだなっていうのが一つ一つ分かってきて、すごい楽しいです。私の英訳はすごいザルなんで。全然正しくはないとは思うんですけど、なんかこういうことなんだなぐらいのほんわりしたやつで伝わってれば、解読できてればいいなっていうふうに思っております。ということで、見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録していただくと、いただけるとすごく私がやる気がアップします。
私の翻訳スキルもアップするかもしれないです。そこはポイント積み込まれても私の脳みそでは対処できないかもしれないですけど、私のやる気ポイントは上がります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。 NGU アイドルモンスターズ館、はい、ということで今回はですね、一人だけ一人だけちょっと紹介していこうかなっていうふうに思っているんですけれども、この文章がなかなか長いのでちょっと、動画も長くなってしまいますが、早速始めていきたいと思います。はい、ということで38番目のボスになります。 Kit on a Cloud っていうことでですね、こちらをやっていこうと思うんですけれども、ザ・バトルド&ブラシルかな、モールズウェイトゥースルーグランブリングっていうことで、最初のあの BBB から始まる2つの単語は壊れたとか傷跡っていう風な感じなんですけど、なんでそんなモールさん、モグラさんたちなんで、ボロボロにされたモグラたちみたいな壊れて傷だらけのモールズっていう感じで、なんでボコボコにされたモグラさんはレッチューっていうことで、あなたを許しますよと、だけどスリグランブリングっていうことでブツブツ不平を言いながらもあなたを許しましたよと。 You're a such a dog で、これがドッグが船とかのドッグというのと桟橋っていう意味があって、あなたは、桟橋ですっていうなんか多分違うんだろうなっていうふうに思いながら、まあここは置いといて、チャード、これが未だに、私は意味がわからないんですけど、まあなんかなんでしょうなんか調べてもなんかチャドみたいな感じで、人の名前みたいな感じなんですけど、何なんでしょう。まあ続きいきましょう。 And you finally see your goal、 そしてあなたは、ついに、ゴールを見ることができ見ましたよと、まあ出口みたいな感じかな、そこのところでいくと、熱くかな、ブルーガスプリングアットザベリーボトムオブディスケーブっていうことでですね、多分熱いっていうのは多分ガスが、ガスでプーリングっていうことなんで、プールなんでたまり場、ガス、青いガスのたまり場で、私昔これガスを、ガスをおならっていう風に訳した記憶があるんですけれども、結局これただの気体のギャスかもしれないです。でなんで今もう過去に戻ってそこを修正したいんですけど、まあいいでしょ、そんなのもね、そういう昔の間違いのやつも味だと思っておきましょう。で、でブルー青いその気体のたまり場が多分熱いたまり場なのかな、すごい多分濃いんだと思います。でどこにあるかっていうと Very bottom of this cave っていうことで、まあその穴の、とても深い場所にあるんじゃないかなと、You hold up the little metal canister the wizard gives you っていうことで、あなたは hold up っていうことでかざしましたよと。何かざしたかっていうと The little metal canister っていうことで、小さい金属のキャニスターっていうのがなんか二酸化炭素吸収装置みたいな、炭酸ガス吸収装置を、まあ多分気体を吸収してくれるやつをかざしたんですよ。で、そのやつってどっから来たかっていうと Wizard to give you っていうことで、魔法使いがあなたに与えた、ものを与えたその炭酸ガス吸収装置をかざして And with a なんか Whom we かな、なんか多分掛け声と一緒に、このなん読めないこの掛け声と一緒にやったんかな、でも全然違ってたらどうしようなん
からそんな感じで、まあ、とにかく装置をかざし、Most of the gas、seems to get to、steal into it っていうことで、あのまあそのほとんどのガスはその装置によって吸われましたよっていう感じだと思います。多分なんでまあガスのその恐怖は去ったのかなっていう感じはします。そして次が As you make your way back、ということで、あなたは your way back っていうことで、帰り道、どこからの帰り道かっていうと To the Wizard's Heart っていうことで、あの魔法使いの小屋への To なんでの帰り道だと思います。なんでもそこのねモグラ族までのところまでが、あのまあ多分ゴルゴンからだと思うんですけど、そのケイブ穴のところに入っていって、なくぼみですね、くぼみの穴に入っていって、そして全部モグラが終わってモグラが通してもらって、で、最初そのケイブの前にいたところがあのウィザードの小屋だったんで、そこへの帰り道だと思います。で You、fiddle、with the time machine っていうことで、でその時にそのそこら辺だったかな、どこだったかな、まあそのケイブの時にそのタイムマシンを手に入れてたんで、そのタイムマシンを持って遊ぶっていうか、まあ遊んでて、でそのちょっとその次のどうやって遊んでたかっていうのがちょっとゾッとするんですけど、Watching you kill the Gorgon over and over っていうことで、まあキルオーバーっていうことは倒すじゃないかなっていうと思うんですけど、あなた自身がそのゴルゴンを倒して、そして倒して、るのを見ているだと思います。 And そして Looking all the cash ということで、あの倒してお金を入れてる場面を何回も見てんのかなっていう風に、もう何でしょうね、自分の戦った場面を繰り返し見てお金がガッポガッポ入って、えへへへへみたいな感じなんじゃないかなと思います。もうちょっとゾッとする流れで、memories、maybe you'll buy、多分あなたは買うだろうと、何を買うかだろうというと、the village っていうことで、そのたぶんケーブとかのそこの村なのかな、まあそこのところを買うだろうとお金で、で、いつ買うのかっていうと When you're done っていうことで、多分全てが終わった時に、終わった後にその村を買うだろうという、そういった流れだと思います。はい、ということで Before long ということでですね、まもなくして You claw your back、your way back to the surface ということでですね、あなたは claw かな、back で取り戻すっていう風になります。で surface は表面なんで、多分その穴があって穴の下にいて、でパパパパパって帰ってきて、その穴の上の地面の表面までみたいな意味かなっていうふうに思います。までの道を取り戻したということは帰ってきたっていうことで、ファイナリーついに able to have a moment of clarity inside your head っていうことで、まあ a moment っていうことで一瞬で、なんだろうな、C-L-A-R-T-I-T-Y っていうことで、まあこれ、明快にと明晰にとか、あの、なんでしょう、明るくなったみたいな、どこがあって、inside your head って、なんで、帰ってきた頭がパッっていう風になった。っていうことかな、その頭の中のモヤモヤが晴れたっていうみたいな感じかもしれないです。
で、The Lizard clapped and clapped his hands and cackled わかんないですけど C-A-C-K-L-E-S で、With glee っていうことで、まあその帰ってきた時にそこに、まあその前で、ウィザードの小屋に帰るっていう風に言ってるんで、そこにいた多分そのケーブの上の方に、あ、確かなんか今思い出したんですけど、その小屋の後ろだったかにケーブがあって、そこに行ったんだと思うんですけど、なんでまあケーブがあって、その帰ってきたら、まあケーブの上の方にですね、穴から登ってきたところにウィザードの小屋があって、でそこにいたウィザードが手を叩いてるわけですよ。で手叩いて、歓喜に高笑いしている、When he sees you come back っていうことで、あなたが帰ってきたのを見てウィザードはあの手を叩いてホッ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 ホーみたいな感じで高笑いするで叩いたんだと思います。で、Perfect perfect 完璧だぜみたいなI was almost out of the stuff、 私はここはちょっとわかんないんですね。私はっていう愛っていうのは多分ウィザード自身が喋ってる言葉で、あ、私は、薬、スタッフって薬なんですね。スタッフ、薬のほとんどをアウトオブが意味わかんない、ここ薬を外へほとんどですだアワーズなんで、ここは何も、私は薬ですみたいな感じになっちゃうのかな。でもオブザスタッフなんで、なんで今日、まあここはまあ置いといても多分次読んでればわかるんですけれども、アストニッシュルで、これが、まあ私は多分驚いたんだと思います。わーっていう感じで。You see him. あなたが彼を見ました。で、turn over. で、ひっくり返す。何ひっくり返したかっていうと、the canister っていうことで、ガス吸収、炭酸ガス吸収装置をひっくり返した。で、どこにひっくり返したかっていうと、into his, キャルダンドーンとかかな。まあ大釜、釜がある、なんか前昔これ出てきたような釜って、大釜っていうのが、なんで彼のっていうことは、ウィザードの釜にその炭酸ガス吸収装置をびっくりしてひっくり返すって and give it tap で、それを軽、タップっていうこと、軽く叩いたみたいな感じかなで、Some of the blue gas、そのまあそのブルー、その吸収した装置で吸収したのは青いガスだったんで、その青いガスがオーツィングかな、にじみ出てきましたよと、 into the、ミクスチャーっていう、多分釜の中になんか入ってて、その混合物がいろんなその混合物があって、その中にその青いガスも出てきましたよと。 He steers かな、かきって、ヒーラーなんで、ウィザードは一度かき混ぜましたよって、 twice three times っていうことで、一度二度三度かき混ぜて、どういう風にかき混ぜたかって言って、 clockwise っていうことで、身に回りにかき混ぜ、 and once、counterclockwise っていうことで、一度、三度身に回りにして、一度あの左回りにしましたよって。で then、その時、motions for your to sum over っていうことで、これをあなたがその動き
なんかなみたいなのはここはなんか短いんですけどうまく訳せないんですよね。そのモーションは動きで、For you、あなたからの動きは To some over、To なんて Some over へ、行きましたよ。Over 上に行きましたよ。なんだろう、なんかちょっとうまく訳せないですけど、まあなんか動いたんでしょみたいな感じですね、ここまでは。はい、そして、ここから会話ですね。多分ウィザードの、会話になるんですけど、 Now I can't solve your memory problems。私は、解決することはできないよ。あなたのメモリープログラム、プログラムっていうことで、あの記憶の問題みたいなんだと思います。なんでこの主人公記憶がでもなんか記憶がないとか言ってたな昔。なんか昔その訳した時に記憶がなんかあのあった記憶がないみたいな、あるんだけどないみたいなとこを訳してるんで、多分その主人公私は主人公である私はその記憶障害みたいな記憶のなんか問題を抱えてて、でウィザード自体は解くことができないよっていうふうにはっきり言われてしまいました今で。 But I think I know、私は考えます、思ってます、私は知っている Who maybe can っていうことで、誰かがそのそれをできるっていう、だからあのウィザードはできないけれども 他の人はできるんじゃないかなとっていうふうに、言ってるんじゃないかなと。 But first here、まず、初めに、Take a sip 一口飲めと言われています。で I don't know 私はわからない知らない、ButHappen to your magic parrot。 だから何が起こるか私は、知らないよと、あなたのマジックパワーということで魔法力、何どういう風な影響があるかわからないっていうことかな。 But this should at、least、kickstart themっていうことで、それは、すべきだみたいな感じなのかな。あの最も小さい、キックスタート、それをスタートさせなさいみたいなことなのかな。わかんないな。キックスタートってなんかバイクとかもキックして、蹴って、作動させるみたいな時にキックスタートっていう風に使うらしいんですけど、まあとにかく飲んでなんかしてみろみたいな感じかな。だけどそれ飲むことによって、多分その大釜でやっている薬を飲めっていう風に言われてるんですけど、で、あのやっちまいなよみたいな飲んでやっちまいなよっていう感じなのかなで、It takes like a mixture of Berkeley's、cough、syrup っていうことでですね、それは、Berkeley の咳シロップ、そのなんかあるんでしょう、このバークリーさんのバックルかバックリーかわかんないんですけど、それの咳シロップの、あのような薬の、まあ、混合物のような味がすると、テイスティーズっていうことで、で、それがどんなかっていうと、ラム&ラムは多分お酒のラムで、アンド、ラブチッピングスこの辺が芝生って意味らしいんですけど、まあハサミで刈り込んだ芝生とラムのような味がするんじゃないですかねそんなちょっと不気味な、まあ、芝生なんて食べたくないですからねで But you get it done
っていうことで、まあ手に入れて飲んだんでしょ多分で Eat hurriedly settle っていうことで、決めかねるみたいな感じかな。 hardly なんで、決して決めるべきではない、決めれない、into your stomach っていうことで、あなたの、into した、into した先の、お腹の中のことで、まあいいでしょうそこは。で before you can feel sensation かな、あなたはできるフィール、なんか感覚を感じることができる前に、あなたのお腹の中は決めかねているみたいな、かな、なんか変ですよねまあそのなんか感じる前にどうなんだろう、 into stomach、 まあもうお腹に入れちゃったってことかなで、あ、マジカルはマジカルな、それは yet、it don't、doesn't feel all that、 なんでまあ感じないんですよ、何を感じないかって falling to you、 あなたに異質なものは感じなかったよと、なんか飲んだけれどもなんかそれ体になんかすぐなんかボーボーボーワンっていう風に出てくるような支障はないみたいな、そんな感じだと思いますいいのかなこんなあやふやで、いいんです、もうあやふや役ですから、次に行きましょう。はい、それで続いて、会話になるんですけれども、 There you go fella っていうことで、 There you go、まあ、あの、フェラーっていうことで、これ男ですね。フィアーかな、なんですけれども、まあそこに男がいるのかな。You should be able to。あなたはすべきだ。それができるということをすべきだ。かな。A few、少しの、Your fancy magical trick。あなたのファンシーな魔法のようなトリックを、できるようにするべきだとかかなで、I'm sure、私は確かに思いますよ。何を思うかっていうと It'll come back with time、 その時間が戻ってくるだろうと思いますよ。なんでその私がその力を取り戻す、なんか力持ってて取り戻すとかかな、かな取り戻せると思うよとかかもしれないです。 About now 今 About the person、to help you、っていうことで、その人が助けてくれる人がについて、ババババババみたいな感じかな。で、ラスト OL で、なんかオールドレディの役っていう風に感じだったんですけど、まあ、オールドレディのダービー。まあ、そういうのが、heard っていうことで、聞いたっていうことで、多分それが頭の中に聞こえたとかなんですかね。They were、heading off、彼らは、heading off っていうことで回避する回避した to that、 それについて、でこれがクロスダディメンションディメンションディメンショナルディメンディメディメンショナルパーティーっていうことで、クロスって交差次元のパーティーなんじゃそりゃ、なんか超展開みたいな。で次のところがですね、 You know that one、 私はあなたは知っているその一つについて、で flies 飛ぶ through、 どこに飛ぶかっていうと space and time っていう、時空や時間っていう
宇宙や時間なのかスペースなのか空間な気がします。なんか空間や時間を飛び越えるとかなんですかね、飛ぶ。なんでもうスケールがでかくなってきている、その今現在の次元じゃなくて違う次元まで飛び込んでいくのかもしれないですよね。なんかスケールがほんとでかくなってきて、ネバーストップ、一度も止まらない。で次が And Free Free Booz で、これが何なんでしょうねあの大酒飲みだったんですけど、ブーズっていうのがだから自由な大酒飲み、大酒を飲む And だから、で止まらない、でうえーみたいな。でとにかく You should still catch it、 あなたがそれを捕まえるべきだと、If you hurry っていうことで、もしあなたが急いでるならば、で Ought ですべきで Out、 この To be flying up in the sky still、 なんかその空まで飛んでいって、すべきだよ、それをすべきだよっていうふうに言われてるみたいですかな。はい、でそして段落としては第3段落目になるんですけど、 You head out the door っていうことで、あなたはドアからヘッドアウトっていうことは頭を出してんのかなっていう感じなんですけど、 And look up、見上げましたよと。 Before、remembering で、Before なんで以前覚えている、 You can't fly、あなたは飛べないっていうこと、まあ飛べないっていうことを覚えてるっていうか、まあ飛べないでしょうね一般の人は。なんですけれども、 The Wizard は、魔法使いは Two Clues、 この、クスクス笑うっていう風に、っていう意味らしいんですけど、で、まあクスクス笑われてるわけなんですよ。 As you jump in the air、uselessly っていうことは、あなたがジャンプしてますよと、空に向かって、で、uselessly なんで無駄に、なんでピョン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 私が跳ねてるんですよ、無駄に。はっはっ、でも全然飛べないよみたいな、いやーどんなに思い出しても私は飛べないなみたいな感じでなってるのを笑われて、You've got magic っていうことで、あなたは、まあ、魔法を、手に入れてるよと。 Now remember っていうことで、覚えてるっていうことで、She's で、これがおいとかクソっていう感じらしいんですけど、クソ、Kids these days、子供の頃の日々とかなのかな、Always 常に Getting their memories in a jumble、in a jumble でなんか雑然とっていう風に、Memories っていうことは 記憶を Getting、ゲットしていると、かななんかそんな感じなのかな。子供の頃は常に、雑然と記憶を持っているかな。なんかまあここはいいとしてわかんないところはちょっと飛ばし続きますよ。 The Wizard、Grumblies in Coherently なんだろうこれ。だからまあとにかく、あの最初の方が不平を言う、次が尻滅裂に、だからあの魔法使いは尻滅裂に不平を言って、He head back inside っていうことで、head back ってこれで帰る、彼はインサイド、多分小屋のとこの方に帰っていったんじゃないかなと。 Feeling a bit ashamed、まあちょっと恥ずかしく感じて、 You focus really hard っていうことで、あなたはあのフォーカスって You focus なんで、
あの動詞かなって、このフォーカスは。なんで、焦点を合わせますよと。Really hard、 まず一生懸命も、本当に一生懸命焦点を合わせて start running a jump。 だからそのもうなんか不平ぶつぶつ言いながら、あ、魔法使いは小屋の方に帰るけれども、私は頑張ってふーってやってジャンプするわけですよ。で and trip っていうことで、まあトライしてみるみたいな、いけーみたいな感じで、いけーでも but、っていう感じで次に続くわけですよ。そして but you don't hit the ground っていうことで、しかしあなたは、グラウンドにヒットしなかったっていうことは、ジャンプしてトリップしたんですけど、地面に叩きつけられることはなかったっていうことです。で、instead、 その代わりに、you managed to get to yourself into the air and take off ということで、まああなた自身を手に入れみたい、手に入れじゃないですね、マネージ中なんで、まあ、あのとにかく空の方に、まあ空へテイクオフということで、テイクオフできたみたいな、飛び立ったみたいな感じですね。Hell yes、 Hell yeah っていうことで、いいぞっていう時に使うみたいです。 Now、that you are up in the airあなたはエアに行き、まあ空に飛び、 it feel、それはあのセカンドネイチャーということで、これ第二の転生っていう風に、訳が出てきたんですよ。なんであのまあ2番目の転生のまあスキルみたいなのは、感じることができたんでしょうで、スウィーピング、doing loop っていうことで、これがあのスウィーピングで飛びかかるっていう感じなんですけれども、で doing loops でどうなんでしょう、 doing loops ぐるぐるぐるみたいな感じなんでしょう、イラストを見たかにloops なのかなこれ、まあ、そんな感じで、and slam、head to firstヘッドファーストで真っ逆さまに、飛びかかって、で真っ逆さまに、into a yellow blur で、イエローブルアーってそのぼんやりしたもの、黄色のぼんやりしたもので、まあイラスト見たらなんかそのキッズがあの雲に乗っている、均等みたいな雲あるじゃないですか、それに、乗ってるんで、多分それじゃないかなっていう風に思います。で、なんでそれに行って、You receive in time、 あなたは時を取り戻しましたよと。で、To see a weird、 これが異様な weird かな、kid、 異様な子供 with a tail zooming っていうことで、ブーンと音を立てるっていう意味らしいんですけどまあ、 あのイラスト見たら尻尾がついてる子供がいるんで、それを、見ることで見て、あなたは時を戻しましたよと、取り戻しましたよと、by looking asSmug、これをなんかアズアズで挟まれてるんですけど、これ独りよがりのって can be、できるかな、できる独りばかり独りよがりのと同じようなルッキングのようなものによってなんかここわかんないですよね。まあとにかくなんか取り戻したんでしょう、そのきっとなんか捕まえることでで、time to reach、him a lesson っていうことで、彼のレッスンに到着したっていうことなのかな、なんか全然うまい具合に訳せないんですけれども、とにかくその
警部からデデデデデって来てウィザードに会って、なんかウィザードが魔法使いが薬を作ってるんですよ。薬作ってて、でそれになんだかんだ入れて青いガスも入れちゃって、で、それができたもので、あなたはあなたの記憶をも取り戻すことができないけれども、後々取り戻せるだろうみたいな感じで、なんかグイッと飲んで、でそしたらなんか最初は何も起こんなかったけれども、なんかちょっと、変化が起きて、でかなで、なんかキットがいつ出てきていつどうなったかっていうのはいまいちよく分かってないんですけど、なんか途中でなんか飛ぶで飛んでねみたいな感じで言われたんですよね。 And free booze、途中で You should still catch it、 それを捕まえてっていう風な感じで、もしあなたが急いでるならば行けみたいな感じで、で飛べみたいな風に言われるんですよでなんか飛ぶけれども、なんか無駄に終わって、ウィザードにはクスクス笑われて、でもそれでも頑張ってふえってやったら飛べてみたいな、飛べてその異様なキッズを、捕まえたのか、まあでもまあここでいくと倒したんだとは思うんですけれども、でまあなんかその空飛ぶことができたよって、そのマジックを手に入れたのかなみたいな流れなのかなそんな感じな気がします。とにかくそのこれを倒した時に、倒した時だったかここが出た時だったかわかんないんですけど、ブラッドマジックっていうことで新しいのが開いたんですよね。で、そのマジックっていうのも新たに出てきたんで、それによって、まあ、それの経験すること、ストーリーを経験することによって、私は新しくゲームを進めることができるみたいな流れなんじゃないかなって、だすごい長くなってしまって申し訳ないんですけど、今回は、まあ、そのクラウドキッズっていうことで、まあ、一人しか紹介できなかったんですけれども、いやーキッズオンアクラウドですね、のボスを、訳してみましたけれども、全然あやふやで申し訳ないんですけど、こんな感じで、それでは次また、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。